スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家とともに学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は桜井ひろきの 人人ばなし。ヒトヒトはい、ということで、今日はですね、えー、ひま暇な犬。株式会社ひまな犬の代表取締役の河合拓也さんにお越しいただきました。はい、ありがとうございます。実は河合さんにお越しいただくのは、今回で二回目。でして、まあ、お越しいただくというよりか、出演していただく番組。番組出演していただくの二回,、ね、回目で、はい、前回は河合さんの。 えー、運営されている神田にあるひまないぬスタジオの方にお伺いして、はい、収録させていただきました綺麗な女性の方だとね<あ>ダブルナビゲーターでねよく覚えてらっしゃる、はい、聞いていただきました菅野由加さん見てますか、はい、テンション上がりました <laughs> 今日はいないんですけども、ね、まあ今日お越しいただいたのは実はあの私の会社の大観山のあるオフィスの方の一室を改装してその河合さんがやっているひまないぬスタジオひますた型のスタジオに変えて 本当にですね河合さんわ、わずかねねやっぱ、ね、わずかどころじゃない10回目ぐらいです、今日。もう10回でも、うん、でも1回10回ぐらいはやってみろって河合さんにおっしゃられて言,って言われて一生懸命やって毎回、毎回照明をこうかなカメラをこうかなって変えていよいよちょっと今日はですね河合さんにお越しいただいて今までちょっと手探りでやってたんですけどちゃんと見ていただいて監修していただいて僕みたいなこういうことやりたい人結構、僕の前にもいるんですよ。そうやればいいのかとかと 果たして自分でやるのか河合さんに連絡取っていただいて、うん、ちゃんと最初から機材の選定からや,って、うん、やらせていただくのか、うんうん、その辺りも相談させていただきたいのと、うん、あとはやっぱりこのスタジオ自体をちょっともう河合さんの手で気になる点をその場でこう直しながらやってきちゃいたいっていうふうに思ってお越しいただきましたので。 ちょっと直してきましょう。長く過ぎましたけど、直してきましょう。趣旨としてはそんな流れでいきたいと思いますんで、はい。まずね、このまあ自動スイッチングと今見てる初めて見る方は、今これがじゃかわいさその話はちょっと C.M. の後に、はい、失礼します。C.M. の後にぜひお願いします。はい、はい、ということです。C.M. です。あなたならどの資格を目指す？大きくなったら忘れてしまうと思うんです。でも。 先生に愛されていたんだっていう思いはずっと残っていくんだと思うんですこの手一つで人を幸せにできるっていう仕事なかなか他にはないと思うんですよお客様がどんどん笑顔になっていくのでそれをまた見たいと思うから続けてます誰かを幸せにしたいからブラッシュアップ学び桜井ひろきのひ人ひとばらし はい。ということで、河合さんにお越しいただいてますが、まずは河合さん、そのね、先ほどもおっしゃっていただいた自動スイッチング、初めて見る方はからないと思うので、はい、そこの解説をよろしくお願いします。はい、まあ、ライブ配信っていうのは今、スマホで、こう自分で撮ってね、うん、縦型で喋ったりする。これはまあ、誰でもできる配信ですね。僕らがやってるのはマルチカメラの配信なんですけれども、カメラが複数台あって、うん、その入力を切り替えてテレビのように、まあ、 一カメ二カメ三カメ四カメとかっていうのを切り替えながらやる配信のことなんですね。まずこの前提があってカメラが何台かあって、えっ、ー、とそれぞれ一番いいタイミングでカメラを切り替えていくというのが、うんえー、まあ。 プロの世界というかですねあのちょっと個人ではやりにくい、うんえー、人に頼むような配信なわけですけども <laughs> そのマルチカメラ配信というのは今まで当然カメラを操作するカメラマンがいる、はい、照明さんがいる、うん、音をずっと聞いているミキサーさんがいるそして実際配信を管理している配信を管理している人がいるとあとスイッチングをこうスイッチャーというのはこう。 ボタンを押すとそののカメラの絵になるるわけですけどもです、ね、スイッチャーさんがいる、ええ、まあ普通に考えるとそれだけで5人とか6人のスタッフがいるわけですね。<laughs> この人たちのギャラ1日じゃあ3万円4万円だとした時にもそれだけで20万30万になるしじゃあ機材をレンタルしていくっていうとこれも1個のカメラ1万円だとしてもスイッチャーが3万円、ね、レコーダーが3万だとやっぱ五50万ぐらいかかったわけですねうどうしても。でそれを僕らはまあライブ配信の仕事でそういうことをいつもお金頂い,いてやってるわけですけども、まあ、そのノウハウをどこまで 無人にできるかというトトラライイがススター型スタジオの,あのトライなんです、ね、で、今回このまあローランド系のスイッチャーというのはカメラを自動的に切り替えていく機能があって、はい、まあ自動といってもそのインテリジェントではなくて今のところその1入力2入力3入力4入力1入力2入力3入力4入力ってぐる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 まあ監視カメラみたいにコンビニエンスストアでよく防犯カメラがありますよね。あれですわ、はい だからああいうふうにこう切り替わっていくという機能をまあ使ってみようとでそ,れをそれを使っているにもかかわらずつまり自動で定期的にぐるぐるカメラが回ってるだけにもかかわらず自然に見えるようなコンテンツが作れないからという試行錯誤をしてきたんですね。でじゃあ自動でスイッチングカメラが切り替わってしまうものがあのどういうカメラアングルだったら成立するかということを考えたきに。うんうんうん 普通テレビのバラエティというのはカメラに向かって人が横に並んでいて、はい、ニュースとかですねキャスターがいて、えー、アシスタントがいて、えーでね、でカメラはこっちから全員が映るカメラ司会者のカメラ、えー、ゲストのカメラ、えー、あとツーショットスリーショットいくつかのカメラがこう漢方射撃のように、うんえー、いるわけですカメラマンがね、はい、テレビの場合は大きい箱のカメラがあるわけです、うん、それをこう寄ったり引いたり、えー、こっちの人が笑ったからこっちに切り替えたりこのことをやってるわけですけども。うん これを自動スイッチングでやると。うまく喋ってる人にヒットしないわけですね。ああ、確かにずれますよね。うん、あの四人がいてもね。うん、で、なんか全然違うところに行っちゃったりする。うん、だから、より引きより引きっていうバラエティの手法では、ちょっと自動スイッチングはうまくいかないと。うん、と考えたときに。映画の手法、映画の手法がテレビと何が違うかというと、テレビはカメラ目線で喋るんです。うん、カメラ目線でこう喋るね。 カメラ目線はい今日のニュースですってやるわけですね僕方達はこうカメラ目線のチャンネルそうですねなのであのカメラ目線じゃないあ今今ですね今僕ねこらへんにモニターがあるからちょっと難しいんだけどそのカメラ目線でやるっていうのは成立しない映画はどうやってるかというと映画っていうのはカメラが自由な位置にいるいるじゃないですかで常にやっぱり主人公のドラマをあの描きますから主人公と相手が喋ってる時っていうのは映画のカメラっていうのは必ずその 相手の肩越しぐららいから撮るわけですねあ<ー>で逆側もそうなんで、うん、同じ位置から撮って二人が会話してるっていうの。好い僕そういうの好きな後ろがちょっと映るぐらいだからその手法つまりどっち、まあ、疑似体験してるかのように、うん、その人が喋ってるのを疑似体験してるかのような、まあ、盗んで撮るって,って言い方しますけども、うん、そのカメラポジションに入ってお互いが喋ってれば、うんうん、基本的には二人の場合は2分の1どっちかが喋ってますからす、ね、自動スイッチングでも。 れが少ないと、うんうん、これは人数増えていくと,、えっと3人になると3分の2は休んでる、うん、4人になると4分の3は休んでる5人になると5分の4が休んでることになるので、うん、この自動スイッチングカメラが勝手に切り替わっちゃった時に喋ってない人がどんどん増えちゃうて、ねね、しゃ喋ってる人をいかに多く撮るかというのが自動スイッチングの時にこの映画の切り返しの手法がいいんじゃないかということに、うんえー、仮想としてはね<ー>仮説としてはなったんですね。 だだんだん分かってきたと、うん、僕も暇っさの神田店でいけるんじゃないかと。うん、ていうか手動じゃなくてもいいんじゃないのいいうか逆に自動いいんじゃないのみたいな <laughs> 自動方がいいんじゃない自動たい自動がいいんじゃない <laughs> <と> <laughs> 俺の仕事なんだったのみたいな <laughs>、まああの。やっぱり手動の方がいいいい,い,やい,い,スイいい手動スイッチングをすれば、うん、もちろん手動の方がいいわけですけども、うん、下手なスイ手動スイッチングだったらあの自動スイッチングの方がいいぐらいの。あいいで何より喋れる人が 安心して喋れますもんね。なんかね。誰もいないと、ね、誰もいないからそうなんです、うん、今これ誰もいないんです。誰もいない。誰もいないです。まあ、そういうことになった時に、じゃあ自動スイッチングのまあ基本的な手法というのは確立したんですね。うん、で、それはやっぱり人物の後ろにいかにカメラが入って盗んでいくか。うん、だかその意味で今このスタジオのいくつかのあの問題点としてカメラが。 後ろに入りきれてない。確で横顔になってしまうわけですね。ねで、映画を見てるときにこういう横顔で会話のショットを続けるっていうのは意外と少なくて、うん、まあより意図があったときにそういうカットを使いますけれども、うん、普通はもうちょっと入り込んでる。というものと、はい、自動スイッチング結局パターンがまあこのここの場合は三回目しかないので、三、えー、パターンっていうのはまあユーザーは分かってくるわけですね。でもそれは別に手動でやってても同じ話なんで、この三パターンというのをいかに 飽きないショットにするかとそうすると例えば今引きのカットはかなり高い位置にあるんですけどもちょっと高い位置っていうのはねセオリー的に言うと何か話題が切り替わるじゃ次の話題行きましょうっていう時にポンといくような空気をポンと抜くために引きで全体を見せるとかテレビで言うとそこでカメラが「ニュー」なんていくじゃないですか。三なんいうのちょっと 空気を抜くために使うんですよ。それ、はい、あの全体のショットはね。だから、これはちょっとカメラが今。あの三カメのうちの一つとしては、高すぎて、木を照らいすぎてるっていうんです。るこれはやっぱり目線に。落としていくっていうのが重要です。<ー>で落としてったときに、じゃあ、どう、どういうアングルにしていくか、まず。一枚いいのは、まあ、全部のカメラが、このお互いの目線の。うん、目線の高さに合わせていく。だから、今、まあ、二つの、この。より引きのカメラは、はい、寄りのカメラは。 えー、高さ的には合ってるので、うん、まあこの高さのままちょっと位置を移動していきましょう、うん、で今まず一つやりたいのはこの,このカメラですね早速、はい、このカメラの高さをちょっと変えていきます、うん、お願いします、はい、発明など知的創作活動の多くは実は中小企業によるものですそんな中小企業の知的財産を企業とともに守りたい日本経済の担い手 技術立国の立役者ひたむきにメイドインジャパンを支える中小企業を私たちは心から応援します「パワー・オブ・イマジネーション」「方針国際特許事務所」「大社長やばいこのままじゃ納期に間に合わないよ」「社長どうしましょう」「そういうことは部長に聞いてくれたまえ部長僕は忙しいんだ君がなんとかしろ」 はい五条でございますお客様何にお困りですかはあ、五条に電話してよかった私たちは代車を売りませんお客様のお悩みを解決するのが仕事です代車や五条櫻井ひろきのひ人ひとばらしということで、はい、その配信、うん やっぱりだから友達が多くななかったら影響力少ないですよね、うんまあ、だから今だって5,000人もうでもその何て言うんですかね最初に発信する人の影響力はもちろんあの影響力として大きいんですけども、うん、誰がシェアするかが大きいんですよ、うん、一番そ,その配信が拡散,拡散されるのはね。 だから例えば僕らの「ヒマスター」型のスタジオでも、まあ、その有名人が出てれば数字が取れてるわけでもなくて、うん、その全然無名の人たちがやる対談で一晩に3万人ぐらい行った時があったんですよ<ー>で。ちょっと意味が分からなかったですね僕も終わった後になんかえらく数字が伸びてるぞと。うん、でその配信は「レーサーの妻たち」っていう番組で F1 <ー>レーサーの有名なレーサーの奥さんが来て座談会をするというやつだったんですよ。そうすると なんで,でもそのないテーマ自体がもう面白いねだから、うん、うちの旦那はさツアーとかホテル行くじゃない最初にホテルに入るとさ何するか分かる「え何何何すんの?うん」まずねホテルの客室の額縁の水平直すのよ<ー>みたいな <laughs> さっきのカメラと一緒だ <laughs> 話するわけつまり気になるわけで、ねうん、このパッと整理された空間で例えば道具ピットで道具がこう。 揃ってないととか当たり前じゃないですかそういうい命かけてやってるわけだからかそ,うそういうものうでもそういう日常生活でもそういうのは気になるから、うん、額打ち直してますとかっていうすごい面白いわけです話としてでその話はなんで三万人も見たかというとやっぱりまず奥さんが最初にシェアするじゃないですかうん、うん、その出演してる奥さんの友達は奥さんだから女性ネットワークはすごいねやっぱりそのバケツリレーが早いなるほどあなんとかさん出てるなんとかさんブラはいブラブラって30シェアぐらいになってたわけですよ だから一人ずつの奥さんはお友達がねそんな何千人もいるタイプではないんだけどもドドドドドド,ド,ドと奥さんネットワークに広まってくもんだからしかも奥さんが4人ぐらいで対談してるわけですよ言ってみれば井戸端会議ですよみんな食いついてみたてコンテンツとしても面白かったし出てる人はパッと見た時誰の人かは分からないけども話を聞いてるとあのレーサーの旦那が奥さんかっていうの分かってきてあれはすごく良かった面白かったではあ 友達の数とかそういういもんじゃなるかだってその友達がね100人しかいなくても、うん、シェアした人が僕だったら5,000人見るかもしれないみたいなのあるじゃないですか、うん、だからそういうどこに飛び火するかで全然変わってくるのでもともとのその回路があの安定して何万人がいつも待ちわびてるというものじゃないから、うん、普通個人の場合はね、うん、その場合はやっぱりどうやって連鎖反応が起きるか。うん、でそのためには 予定調和で話してるだけじゃなくてコメントを読んで、うんえー、そのコメントから10分やりましょうとかね、うん、ラジオとかだとやっぱハガキ読,むぐ読んで数秒いじるぐらいが尺的には限界じゃないですか、えー、生の尺では。えー、でもライブ配信っていうのは面白かったらその話題でそのまま1時間いっちゃってもいいぐらいの話なんで、うん、そうやってダイナミックに変化していくと視聴者も、うん、あっかコメントしたら話の文脈が変わるかもしれないし、うん、面白いなってワクワクしてくれる。 この人の配信はどうもいつもコメントを読んでくれるなとか、うん、コメントに反応してくれるんだっていうブランドになってくると面白いわけですけ、ね、どこれは次のテーマですよ。<ー>自分たちのの会話の精度をどう上げていくかということと今度会話に反応したものの化学反応をどう取り入れてもう一回こっちは化学反応を起こすかっていう<あ>これ本当に難しいところですね。えってことは来やっぱさっきほどのように皆さんが書き込んでくれたことをどうキャッチアップして、うん、ど,うどうキャッチアップするかどういうタイミングで。 あんまりキャッチアップをずっとし続けると今度アーカイブで見た時に何かこう客いじりだけで進んでるようにも見えちゃうある文脈があって時々そっちに乗っかってまた戻ってくるみたいなそれをこう自由自在に聞きできるまあ僕も勉強中ですけれどもそういうね最初はやっぱりキュッと相手のプロフィールこの人は何者なのかこの人は何が面白いのかこの人はどんなところにチャンポイントがあるのかって引き出して。 えー、緩和休台になったときにじゃあ何反響があないなあるなみたいなあるんだったらじゃ掘ってこうみたいなことになるわけですよね。桜井さんの,方の反応は何かありますか。桜井さん側のシェアした方ど,どうやって見ればいいかわかんないですまだ。<laughs> ま <laughs> まあまあ大体大体パソコンでやってること自体がもうだめでしょ。う <laughs> い,い,いいアイフォン持ってるじゃないですか。<え>いい時計してますね桜井さん見て。時計じゃないからやめてください。ブライトリングす,違いますよ。どうやってやればいいんですかだって今さっきシェアし,し,したんですもんね桜井さん自分のタイムラインだから自分のトップに桜井さんのトップにあるじゃないですか。まあ今見てる感じはあの桜井さんの友達来てないね。 <laughs> なんかスパムにスパムにこうなんか、うん、ああんかこうなんか感染しちゃうみたいな、うんうん、ライブ配信始めましたとか言ってそれ自体が怪しいっていっちゃいけないって <laughs> <laughs> そ,その感じ分かるだよねだから僕もちょっと怖いと思って見なかった最初、うんうん、そそうねこう閉じなきゃ閉じなきゃみたいな。<laughs> あのエロサイト見てたらポップアップがどんどん出てきちゃって怖くなっちゃうああそうそうそうそらない。それは知らない <laughs> そう <laughs> そう <laughs> そう <laughs>、はい、そうこうそ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 、ん、これ。うそ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 うあのまあそれでねこういうスタジオをやっていくと、うん、当然そのスタジオを作った人が最初ホスト、うん、聞き手になるわけですね、うん、でもこれからね聞き手の時代だと思うんですよ、うん、つまりね 人間っていうのは例えばプレゼンテーションでパワーポイントを用意して、うん、自分の想定したことを一方的にしゃべるのって慣れてくるとどんどんつまんなくなってきちゃうわけですねその人のしゃべりのテンションが、うん、プロは何,何十回講演しても面白いんだけど、うん、でやっぱり雑誌の取材を受けるみたいなことって、うん、自分が取材される側としては気持ちいい状態じゃないですか自分のことを調べてくれていて、うん、自分の気持ちのいいように聞いてくれて、はい、何かを引き出そうとして興味,興味を持ってこう聞いてくれる。うんね、あの 逆キャバクラみだからでもそういうのは取材されるようなことをする人が体験してるもので普通はなかなかそういう状態っていうのはね自分に興味を持って話を聞きに来てくれるっていうのはないとした時に、うん、やっぱりこういうスタジオを持っててホストをやってる人が話を聞いてくれると自分で想定した原稿を喋ってるのと違って意外な自分の言葉が出てくるわけですよポロッと、うん、あれ,確かにこれ 確かにそう聞かれたからこう答えたけどそもそも俺そういうことを考えてたんだとか言葉にするとこういうことだったのかっていうことを発見する、うん、これが面白いので良い聞き手というのをこのスタジオで連携してねいろんなスタジオでみんな聞き手の訓練を積みましたと10回20回100回やってるうちにだんだんうまくなってくるわけです、うん、皆さん。自分の 個性も出すけども自分の個性より相手の個性をいかに引き出すかっていうテンションで回していけるようになってきた時に良い聞いて良いタモリさん、えー、<laughs> 良い黒柳徹子がその、ね、<laughs> 素人の人でもちょっとずつ近づいていく、うん、こういうホストを束ねて、えー、いや自分はホストができないもしくは自分はゲストで喋りたいけど、えー、ホストはできない、ね、そういう時にこう。 理想のホストを呼べるような派遣型ホストシステム <laughs> ホストクラブです <laughs> ライブ配信対談のホストクラブで、じゃあ硬いビジネスだったらあの BS でも番組やってらっしゃる、うん、桜井さんがいいな政治家との対談だったらあのジャーナリストがいいなちょっと、えー、軽いやつだったら僕がいいな、うん、みたいなそういうホストを選んでスタジオを選んでそこで対談をやるっていうそういう組み合わせを今後やっていきたいな<ー>でそのためには、まあ、ホストのレベルっていうのも、まあ、ある程度自分もね把握しとかなきゃいけないし、うん クラス分けするとやらしいけども要するにビジネスが得意な人とクラス分けしたよあっ下じゃんだってこうやってそうこうレーダーチャートやったわけレーダーチャートはカジュアルとビジネスカジュアルな話が得意俺真ん中ぐらい桜井さんちょっとビジネスがかなりビジネスだったねあとアルコールとコーヒーにしたのねアルコール飲みながらやるとやっと本領が出る人とシラフでも回せる人みたいなね真ん中もいるし両局もいるみたいなそういうようなことでこう 人物をマッピングして、まあお客さんに、えー、もし聞き手がお困りだったらこんな、まあ、プロフィールもあります。うん、芸能プロダクションですね、ほぼおきおです、おきやね。そういうのに進化していったらいいなと思ってます。ね、このせっかくみんなスタジオね、百万とか出して機材買ってやり始めた時に、うん、いや自分の話だけじゃね、もったいないと、もっとビジネスとしても、まあ、回るようにしたいと、そう思ってます。 やりましょうよそれぜひねね。佐藤さんどんな人と対談してま例えばなんあの今 BS の番組とかだと、はい、やっぱり自分のその領域の人を呼ぶじゃない。ね、でも例えば自分が単純に聞き手としてだったらこんな人と話してみたいいやだからもう全然僕の想像もつかないな。いやあの仕事で会わないような人がなねやっぱりうんそうですよね。あとだからあの河合さんの周りに普段いらっしゃる方と。 対談したいですよあの人たちあの人たちですよよく登場する人たちですよあの登場する人たち配信の中にもそうだしあんまり仇気感ないですよねコメントの中に出てくる人コメントの中に出てくる湧いてくるような人ですねクアルンプルの人とか今リズボン行っちゃったあのあと神田のノリアさんとか築地ね築地のノリアさんとかいいですねだからねそういう意味ではね あの元陸軍の,あの僕がブッキングするから元陸軍でああ元,陸軍あの元陸軍っていうのはあの元リクルートっていう意味のことをね僕がそういう命名したんですけどねまあそういう激しい営業ね <laughs> ねあの,のトレーニングを積んでる方元そういうね軍隊の仕込みを受けてる方を元陸軍とそう総称してるんですけども面白いじゃないですか、うん。ささっき見ていただいたただ池田さんも だからやっぱりパワフルだなとかそのスタイルこそ皆さん違うけどなんでこの人こんなエネルギッシュなんだろうっていう人をひもくと結構元リクルートの人んですよね普通の会社員の人とはちょっと違いますよね鍛えられ方というか独立へのなんでしょうね DNA です違ね。 そうですよね、うん、そもそもあの時代にリクルートを、ね、こう目指すっていう,こう血気盛んさを含めて、うん、あとやっぱりみんな商売上手ですね僕なんか芸大でだからやっぱりそういうちょっと職人派なところがあるから、うん、でもちょっと中途半端な職人なんだけど僕はね職人としても微妙 <laughs> ビジネスとしても中途半端職人としても中途半端なんだけど <laughs> で,でもやっぱりしあのお金のねこうく組み立て方がうまいですよね。 さん今こうやっぱり研修ビジネスとかあのコンサルビジネスとかあの軸足としてはそこがめまあ主到して <laughs> でもね研修とかコンサルってさんかやっぱり人に言われると嫌だ,、ねね、<laughs> だねなんかねんでなんでどういうどういう人材やだよやっぱうう人材ビジネス人材ビジネスっていう人材ビジネスも材だね材なんか紹介とか派遣してそのやってる人にを言ってるわけじゃないんだけどそう嫌だねやっぱねコンサルも嫌だしね 人を育てる仕事をやってらっしゃいますよね。うんうん、まあ、人を育てるて。人に関する。人に関する。人組織に関する。いろんな人を見てきてるわけじゃないですか。はい、ね、そういう中で、はやっぱり面白い、こう話聞いてみたら、面白そうな人いっぱい,いそうですよ、ね。ええ、ね、そういう意味ではいっぱいいます、ね。まあ、仕事に、ね、仕事はしてないけど、あ。あの人面白いな。うんうん、あなんか。一個玉持ってるなみたいな。うん、だから、そういう人と対談するだけじゃなくて。なんか、さっきも言ったんですけど。 ほら研修さっき言った研修って人を集めて8人とか12人とか、うん、もう1人30人とか50人とかでこうやるわけですよ。それってやっぱり、ね、全国から人集まるし例えば幹部研修とかだと幹部全員集まったりとかして、うん、結構やっぱり時間的にも大変だしリスクもあるじゃないですか、うん、それこそインフルエンザ流行ってるから、うん、全員そこで教室一緒にいたら、ね、インフルエンザ蔓延しちゃったりとかして <laughs> いやこっちもやだし。 だったらこの部分はこう、うん、映像でやるとかライブでででやるとかできたりとかかかきたたりしいんですよね、うんうん、だから今はこうやって対談形式でやってるんですけど何らかの形でかつ何とか研修映像みたいな感じにならないようなあの真面目腐ったコミュニケーションとはなりないですみたいなそういうんじゃないようなやつを。 やりたいんですよイーラーニングはまあ向いてるというかそもそもねあの自動スイッチ機とか関係なくこれだけカメラが複数あってより、うん、引きが取れますとパワーポイントやそのデータもきれいに入りますというやつはイーラーニング本当に向いてるので一、うん、回戻ってねもっとベースの部分のそういう普通に横に並んだ先生が。 喋りながらその質問とかに答えていく<ー>でそれがもうすぐ後ろでパワーポイントシュシュッと書き換えてもう FAQ になってまとまっていく CMS に入っていくみたいな、うん、その一回の授業をやると授業のコンテンツもできるしその FAQ 的なものにもなりかつそれがデータベースに反映していいでしょうみたいな立て付けはできるじゃないですかね,すね。なんかいいこと言ってるな俺。すごいこと言ってる。うん、で今だとなんかその s k y p とかも使ったりするんですけどあれやっぱりアーカイブにならないじゃないですか。 私会話だけだから、なんかまとまったりとか見えるかなかなかできないんですよ。うん、まあその場で。え、あのパソコンとかスマホを引いて、壁にこうやってやったりとかすることあっても。うん、あんまりこう映像的に綺麗じゃないし、うん、あんまクリエイティブじゃないし。うん、こうやりたいんですよね。うん、で。なんか、あとこれを、この配信自体を前河井さんが。じゃあ大晦日にみんなスタジオ繋いでやっちゃおうかとかおっしゃってたじゃないですか。だかその発想でなんかこう繋いでできるってのはどうやって、うん。うん 多分的。それがわかんないですよ、うん。まあ、スカイプでつなぐときは、そのスカイプから戻ってくる音と絵を、どうやって。ここのカメラのソースに入れるかなんですけども、一番単純なのは、まあ、じゃ、これ映像ないとしましょう。はい、スカイプの音声だとしたら、別にここにスピーカーフォンの電話があれば。このマイクが拾ってくれるんで、三人目が成り立つわけですよね。あまあ、僕らの生声がここから行って、まあ、グループ通話してるだけだから、これはか単純だと。はい、でも、映像を入れるとなると、今度、この映像をここからスイッチャーに入れるとか。 えー、ディレイをどうするかとか、えー、音声をどうやってそこにもう一回あのスイッチャーのやつをバックするかみたいなちょっと複雑なことにはなってくるんでパッとはちょっとできないんですけども、うん、あの一番単純なのは電話で一人こう参加する、うん、もしくはもう一個そっちに電話があって二、うん、人がここにいるけど一人は北海道一人は沖縄から電話参加してるとなるほどで「そうだそうだ俺はそう思うぞ」って言ったら「ああそ,そうですかね」ねそんなのは簡単だからやってみてもいいんじゃないですかね。あ 例えば「暇な犬スタジオ高円寺」と「神」だとここで何かこうあの何、ー、ていうかなこのスカイプと配信が何が違うかというとスカイプとかあのズームっていうのは遅延がないようにシステムができてて<ー>そのシステムを通じてる間は電話と同じですね、うん、トランシーバーと同じですよね喋、うん、ってる言葉がリアルタイムに伝わってる、うん、でも配信を一回かませると配信は10秒とか15秒とかディレイして視聴者の人はディレイしてるじゃないですか。 だからそのディレイしてる絵をお互いこう映像として使おうとすると破綻するので何かリアルタイム系のものでバックエンドで繋いどかなきゃいけないっていう問題はあるんですよねだからちょっとテクニカル的にはちょっと複雑になってくる。僕らもよよくそういうい中継はあるんですよあの メインの会場があって他の会場が全国5箇所あります、うん、でここはリアルタイムのスカイプなりズームなりでつないでおいてこっちの PA を向こうに入れそっちへ送りこっちの PA をこっちに送りみたいなことをやるんですけども、うん、これやっぱりちょっと面倒、うん、くさいですなムを かますでそれをそれぞれがそれぞれからまあこの場合で言うとここが中継しているっていうのはシンプルですで中継しているもの同士をリアルタイムにつなぐっていうのはお互いにかなり準備が必要ですね、はい、ちょっとそういうのを簡単にできるようにねフェイスブックの普通のスマホのあのインカメラで配信するやつは自分でやってるとあの相手の見てる人が参加するってボタンあるんですようん、うん、参加すると画面の半分乗り込んでこれるんですへ<ー>、うん。 そういうのもあります。<ー>はい。あ、そうなんですね、うん。乗り込む人は Facebook ライブを見てるんじゃなくて、そのこの Facebook アプリからそのまあ電話と同じ状態にするっていう感じなんですけども、よくやってる人いますよ。二<ー>画面、大阪と東京で喋るとか。<ー>うん。え、それが人に見られちゃってるってこと？かそれが人に見られる。へー、面白い、ね。だからそれもまあテレビ電話と同じシステムで動いてるわけですね。その画質を落としてもフレームレートを落としても、まあリアルタイム性を重視するっていうね。なるほど。こういうのはまあ。 ある程度画質を良くしてたりするんでどうしてもディレイが発生してくるんですけれども、うん、なるほどとかとかでも夢は広がりますよね,そ,ですねそ,そこにいない人といかに何か感覚的なものを共有していくかっていなるほどうん。やりましょうやりましょうぜひやりたいそううメロワークスは東京埼玉神奈川を中心に 関東で50店舗のカラオケボックスを経営しています全店ドリンクバーが無料でつき地域最安値を実現一人カラオケも大歓迎子育て世代にも優しい特典があります大手カラオケボックスにはない温かさで皆様のご来店をお待ちしていますお客様に廉価で楽しい時間と空間を それがメロワークスのモットーですスモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちがともに学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています 入会ご希望の方はホームページからどうぞ井のはいということで河合さん今日は本当にありがとうございましたいやあの沼ってね話ありましたけど本当に沼で <laughs> これだとやっぱり、ね、カメラもう一度やっぱ欲しくなるしレンズも欲しくなるし。 地獄ですねねこれちょっと、ね、でもはまっちゃったんでもう一回もうずっとやっちゃおうかと思います、はい。やっぱりコンテンツも増やしていきたいですし、うん、どんどんこうやってなんかいろんな今、まあ、仕事に関連することはあんまやってないですけどそれと絡めてやるとかやっていけば、うん、いいモデルになってあうちもやっていこうって人どんどん増えると思うのでどんどんまたあの暇な犬の川合さんの方に連絡いくと思いますんで是非、はい、サポートしていただければと思いますんで。はい ちょっとあのライブ配信のあの虚勢として最後一言全国の皆さんにお願いいたします、はい。やっぱりこう人と人が対話をしてるっていう姿って普通差し飲みとか喫茶店でゆっくり喋るとかじゃないと聞かないじゃないですか。うん、実際人間ってそういう人と2人だけで喋るっていうのはよっぽど親密な関係か家族じゃないとあんまりないと思うんですよね。うん、普通は何かこう複数の人がいたりとか飲みの席であったりパーティーの席だったりだからこうかなり腹を割って ずっとスマホとかパソコンを見ずにお互いの目を見てしゃべるっていう機会っていうのはすごく面白いと思うし、うん、その話が熱を帯びてきて。 えこう自分の言葉として用意してきた言葉じゃなくて自分の言葉として話してるっていうのはすごく魅力的になるのでこういう対談型のスタジオっていうのはどんどん増えていってほしいなと思いますし対談の醍醐味っていうのはやっぱりこうホストをやってるとよく分かってくるそのもう調べ上げた相手のことじゃなくて脱線していくとかこの人こういう側面があったんだってところに踏み込んだ時にものすごいこっちもアドレナリンが出るわけですよこれはよかったこれ今まで彼の書いた本の中にもなかったぞとか他の媒体ではもうこの言葉になってないぞとか。 それがこの映像と音を伴ってアーカイブアーカイブされていく、うん、このダイナミズムをですねぜひそういう自分のメディアを持ってスタジオを持った人には体感していただきたいと思います。ありがとうございます。どんどんこのね飛沫型スタジオあの増えていっていただきたいと思いますのでこれからもぜひとも、はい、サポートのほどはいよろしくお願いします。ノラ、はい、スタジオとか言わないようにはいありがとうございます。<laughs> <laughs> <laughs>